はい、それじゃあ、せっかくたくさん集まっていますので。今日、香美市土佐山田町にある松尾酒造で行われたのは、高知の食をテーマにした番組の撮影です。これは高知信用金庫の創業100周年記念事業、高知美食学プロジェクトの一つとして、ネイチャーワールド高知奇跡の美食学と題し、高知の食の歴史や魅力をさまざまな切り口で発信するもので、高知放送など県内3つの民間放送局が共同で制作しています。高知の食のポテンシャル、自然も豊かですし、その中で含まれた美味しいものはたくさんあるんですけども、そこは当たり前のようになっているので、それをいろんな科学的な角度からとか、それからいろんな人を連れてきて、それで高知の魅力を楽しく出していくような番組作りをしたいなというふうに思ってやってます。撮影には料理研究家の服部幸男さんが参加。服部さんは番組の中で県内18の蔵元を巡り、それぞれの土佐酒に合う料理との組み合わせ、最高のマリアージュを提案し、土佐酒の魅力を PR するコーナー、服部幸男の蔵で会いましょうに出演します。今日は松尾酒造の濁り酒や地酒、松尾きななどとともに地元の人たちが持ち寄った郷土料理を堪能していました。この酒はね、非常にね、何にでも合うというかね、非常に合わせやすい酒でしたね。高知の皆さんもね、それをご覧になった時にね、あ、こんなのに合わせてみたいなという気持ちになるような、そういうね、ちょっと趣向でね、考えさせていただこうかなというふうに思っています。番組は30分枠で、県内の民放3社で1週間ごとに持ち回りで放送され、初回は来月7日午後4時54分からテレビ高知で放送されます。